し。そちらの精鋭を出せ。近くにいる。さあいつでも来い。うちの道具を見ていってください。どうぞご覧ください。恐れながら数が足りませんね。また来よう。お達者で。手に入りにくいものが揃ってますよ。とても感謝しています。まさかあなたもお侍。生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。貸し根に住んでいるとか
ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。最後一人を諦めるのは負けじゃない。なあ、心なしか泡の味がおかしくないか。ああ、わかるよ。食べ飽きたんだ。魚が恋しい。立てたまま。違うよ、味が変だ。実は泡が足りなくて他の食い物を足した
走れ、飛ぶ。実に穏やかだ。かような地があるとは。さあさあ、どうぞお入りください。神六様はじきに戻られます。おや、鎧を着ていらっしゃるのでてっきり神六様かと。ようこそお侍様。神六様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに。ぜひ夕餉を共にされて神六様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、危うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん、礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか。もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神六殿とはどのようなお方だ。あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は蒙古に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか。武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。神六は武士ではない。口を割らせるか。神六はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火球の用があるようで。探すか。
話がある。なぜ逃げる？止まれ！よせ！まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。俺が何したって言うんだ。よし、一騎打ちを申し込む。この俺と。やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。待った、死にたくねえ。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる、頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。知れ者め、女衆にも知らせねば。菰田の浜で死んだ我が友、葛西、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。
井様、お戻りで。甚六は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。鳥を見てるとここで起こってることを忘れられる。ひとときだけでも。俺も行ってみようかな。だったら鳥を見つけて追えるとこまで追いかけてみると。猛虎はどうする。そりゃ用心するに越したことないさ。この前黄色い鳥を追いかけてみたんだ。一緒に旅をしてるみたいで。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。やっと野菜が育ったってのに、もう子供に畑を荒らされたよ。ジン、こっちに来い。政子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、
昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするの？滅相もない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車。あれが八郎、貞男の弟だ。何も悪いことない。あれはどうだ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。散歩日和だな。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。持ってきた。まだです。ですがお客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。諦めろ。今日は文しか持ってないぞ。それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。二の村が不作になったのか。騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した族は誰に雇われたの。知ってる、サダオだろ。卑怯な。やはりな。お前もしゃべりすぎると毒に襲われるぞ。堀の家、族が固めておる。貞男の親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。ふぬけばかりか。
しれん。お前の噂など全て嘘なんだろう。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。貞男からの文、八郎が渡したもの。隠れ場は分からぬか。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。
こうに何かいる。まずい。切り捨てろ。隠れろ。撃つぞ。いかにしてハーンを殺してくれよ。溺れ死なすか。いや、生きながら燃やし、足立殿の恨みを晴らす。
ジン、来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。酒井様、雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに？歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしおって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、
政子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。あなたの親里にはどなたかいらっしゃるはず。訪ねてみては。兄は数年前に死んでしまった。そして姉も殺されておった。金色の帯で見分けるのがやっとだったがな。思い出させてしまいましたね。忘れることなどできぬ。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。おのれ。ヒナ、死角を捕らえるぞ。急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。その挙句にヒナが死にました。殺したのは裏切り者だと。仕向けたのはあなたです。足跡は一人分。死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、ベテンテイ。行ってこい。助けて。殺させるものか。ズガル、血が止まらない。深く切られた。こんなところで死にたくない。血が止まらない。助けて。おい、来るな。八郎、貞男の弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。政子殿。
ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると。何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめとも情けだ。後ほど野営で会おうぞ。飯を分けたらみんな飢え死にしちまう。早く船で海に出たいな。波しぶきを感じたり潮風が恋しい。鎧を整えてもよろしいでしょうか。これで安全です。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか、お話をしてみてはいかがです。いつか立ち寄ってみよう。仕打ちは人ができることじゃ。弓の修繕をいたしましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。これでハヤブサ王も落とす一夜を放てるでしょう。礼を言う。またお越しくださいませ。対馬に攻めてくる前、猛虎は内輪揉めをしてたって。ふん、唐国だけでは飽きからず。身内ど手伝いできる人は。
ご分を。取れたんだろうか。やっと野菜が育った。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。お役に立ててください。取ってこようよ。私は弱い。ここでよい。ラセオ、お待ちしてますね。この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。聞いたか、西川先生は死んでなかったんだって。戦を生き延びたのか。すごいな。忠頼公のお話をご存知ですか。名は知っておる。してどのような話なのだ。その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ、鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。志村様が捕まるなんてどうしたらいいのさ。手に入りにくいものが揃ってますが。嘘に決まってる。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地。全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明の篝火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。貞雄は篝火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。くたって米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬ。村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪人は隠し事がうまいも。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、首を抜け。抜けばかりか。さあ、侍の技とやらを見せてみろ。何がクロードだ。俺たちと同じ類だろう。
館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズめ。殺したのですか。雅子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。駒田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき敵も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。